どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン大友家ルート続きを始めていきましょう。早速ね、文官からちょっと話があるようですね。相馬殿、少しよろしいでしょうかということで、俺が実質で仕事をしていると文官の一人が遠慮がちに部屋に入ってきた。ああ、どうしたんだ。実は王林様から内密にと命令を受けたのですが。王林からの内密。ほう、ちょっと待ってね、マイクの位置おかしいわ。変えるわ。よいしょ。多分そんなに変わらないとは思うけど。言いにくそうに告げる文官の言葉に俺は思わず首をかしげる。内密に？一体誰に内密なんだ。俺が怪訝そうに思って聞いてみると、文官はさらに言いづらそうにしながらも告げてくる。相馬殿に内密にことなのです。重きしばらしてんじゃねえかいいのかこれいやだ、ね、暖房だけつけさせてくれ。ちょっと寒いわ。もしかしたらまた切るかもしんないけど、いいのかこれ。ばらしまくってんな。あ、そう、今俺も暖房つけたけどね、最近寒くなってきてたりもするんでね、まあ暖かい日もなんかちょっとあるみたいなんでね、みんなも風邪の方ひかないように、ね、気をつけてください。すぐ風邪ひいちゃうかもしれないんでね。そう言ってから文官は細く深いため息をついた。なんで俺に内密なんだ。嫌な予感しかしないぞ。俺が思わずつぶやくと文官は大きくうなずいた。はい、私もそう思います。総林様のご命令ではありますが、とても心配で、やはりこのまま相馬殿に内密に進めるのはまずいかと思いまして。なんか むしろその文官が聞いてまずいんじゃないかなって思うようなことをやってるってことなのかな。ふむ。文官は大量の汗をかき、本当に困りきった様子だ。内密にと命じられている以上、表だって俺に言うことはできないが、どうにかしてほしいと思ってここへやってきたのだろう。話は分かった。たとえ俺がこの内密の話を聞いたとしても、貴殿から聞いたとは言わず、別の手段で知ったように伝えるから安心してほしい。俺がそう告げると、文官はあからさまに安堵の表情を浮かべた。ありがとうございます。そうしていただけると助かります。で、総林様は一体何をしようとしているんだ。俺が身を乗り出すようにして聞くと、文官は意を決するように話し始めた。実は港に泊まっている南蛮の船に向かうための輿を用意しろとのご命令なのです。ああ、相変わらず南蛮かぶれなのか。輿？まさか総林様がその輿に乗っていくわけじゃないだろうな。いえ、どうやらそのまさかのようなのです。総林様は内密に南蛮船の南蛮人と接触しようとしているようなのです。あ、まだ会ったことない感じなのか。今から内密にだけど会って、ここから南蛮かぶれになっていく感じなのかな。もしかしたら服とか変わるのかな。今の服もまあ似合ってはいるんだけどな。私は驚き、相馬殿に話を通してからの方が良いのではないかと申し上げたのですが、総林様は相馬殿には内密にの一点張りで、しかし相手は南蛮人、しかも相馬殿に内密に進めようとしているところを見ると総林様はまた何かまずいことを画策しているのではないかと思いまして。総林様、あれだな、信用ねえな。ふむ、なるほどな。確かにそれはまずい。総林様が単独で南蛮人と接触するとなると、いろいろまずい。それにしても南蛮か。そういえば一緒に港視察に訪れた際に、総林様が南蛮船に興味を持っていたことを思い出した。あの時は俺が警戒していたから船に乗り込んだりなどはしなかったが、やたらと熱心に放っておいたら乗り込みそうな勢いで総林様は南蛮船を見つめていた。ひょっとするとあの時から総林様は今回の計画を考えていたのかもしれない。ありがとう、知らせてくれて助かったよ。俺の方でもう少し様子を探ってみることにする。はい、ありがとうございます。それから改めて言っておくか、貴殿の名は絶対に出さない。その点も安心してほしい。はい、よろしくお願いします。まあでも南蛮船、まあ何があるかわからないから、当主一人で行かせるわけにはいかないしね。行くにしてもね、行くのはまあいいとして、それにしても俺に内密でそんなとんでもない計画を立てていたとは。
これまでも総理様にはとんでもないことに巻き込まれ続けてきたが、今回のこれはあまりにも無謀というか、やばすぎるというか、なんとしても総理様の動きをつかまなくてはならないな。たとえどんな手を使ってもだ。あの相馬殿、大丈夫ですか？どうしたんだろう。気がつくと文官が怯えるような顔で俺を見ていた。どうやら総理様のことを考えるうちに顔が険しくなってしまっていたようだ。あ、そういうこと。俺は咳払いをし、ひとまず気持ちを落ち着ける。あ、すまないな、大丈夫だ。それではよろしくお願いします。お、任しとけ文官。文官はまだ怯えた表情を浮かべつつ俺の部屋から去っていった。まったく総理様は一体何を考えているのか。俺はため息をつきつつも早速総理様の動きをつかむための方策を考え始める。俺を出しのこうなんて無理だということを分からせてやらねばな。ふふふ、覚えていてくださいよ総理様。俺を本気で怒らせるとどうなるか。これ今ので終わりか。で、なんかアイキャッチ入ったけど、え、別になんか他の武将って何も仲間にしてない気がするんだけど、これあれだな。これ、安倍の生命のイベントだな。違う。ちょっとボタン深いわ。よし、こうだね。そうだね。ちょっと早かったな。一回ちょっと切ろうかな。もう一個行こうかな。少々待ちよ。お待たせいたしました。カット終わりまして、次のイベント行きました。では、本当に、もうすでに南蛮船まで来てるね。港まで来てるようなんでね。相馬に内密に準備された腰に乗り、東林は南蛮船が停留する港へとやってきた。総理様、お待ちしておりました。もっと早く来たかったんだけど、遅くなってしまってごめんね。いえいえ、こうして来てくれただけでも。あ、結局相馬くんは来てないのかな。さあ中へどうぞ。ありがとう。じゃあお邪魔するわね。片言の日本語を使いながら出迎えた南蛮人に案内され、そのままソーリンは南蛮船の中へと乗り込んでいった。私たちの神は日の音の皆さんにも平等です。神は人を差別しません。ですから、総理の目の前では宣教師の男が先ほどから自分たちの神について熱く語っている。総理はそれを聞くふりをしつつ南蛮船の内部を観察していた。やはり日の元の船とは全く作りも違うし、その装飾もきらびやかで目を引くものがあった。あの明かりもいいわね。おしゃれで垢抜けてて、いかにも南蛮って感じ。それに彼らの着てる服の布地もいいわね。あの布地で着物を作ったらいいのができそう。あ、ってことはやっぱ服装変わるのかな。あなたも神の導きを必要としているはず。さあ私の手を取って。で、目の前に突き出された手を総理は勢いに起用されるように握っていた。神もあなた方を祝福しているでしょう。何が良かったのか、一体何の話がまとまったのか、総理にはさっぱりわからなかった。何しろこの宣教師の男の話を総理はほとんど聞いていなかったのだから。満面の笑みを浮かべる宣教師の男につられて、総理も笑みを浮かべる。よかった、よかった、これで一気にロックショックですね。そうね。なんだかよくわからなかったが、とりあえず総理も相手に合わせて笑っておいた。本当に聞いてなかったんだな。まったく、あの人は本当に何を考えているんだ。忍びからの報告書を眺めながら、俺はがっくりとうなだれてる。ご苦労だった。もう下がっていい。俺が力なく告げると忍びの男はすっと姿を消した。報告書には呆れた事態が書かれてあった。これに内密で南蛮船に乗り込んで南蛮人と接触した総理様は、
あろうことか南蛮神教という宗教を信仰している宣教師と密会していたのだ。南蛮神教、おう。南蛮のものに興味があるという程度ならいざ知らず、大友家の当主が南蛮神教の宣教師と密会していたということが領地のために知られでもしたら。南蛮は日の本とは全く異質の文化が大持つ国、ましてやその宗教となると思想や生活習慣に至るまで古くから日の本に馴染みのある仏教などとは全く違うものなのだろう。万が一にも宗麟様がその南蛮神教を取り入れようなどと考えることがあれば。昔の宗麟は大体そうだったけど、今回のはどうも多分違う感じがするな。領民たちはまず警戒するだろう。これまではおとなしく大友に従っていた者たちの中から反対勢力を集め、これを機に反旗を翻す者も出てくるかもしれない。俺は厄介なことになるだろうな。俺は頭を抱えたい気分だった。いや、お前何もしてないの結局。こんなことなら縄でくくりつけてでも宗麟様の外出を阻止すればよかったかもしれない。しかし今さらそんなことを考えてももう後の祭りだった。あれ、結局相馬何もしてない感じなのかな。あ、でも今回はこれぐらいにしとこうかな。なんか今の話に関しては今の感じで終わってきそうな気もするし、まあ多分次もう一回ぐらいはあるとは思うんだけどね。では、今回はここまでとさせていただきましょう。まあ、今回はね、宗麟が南蛮の文化に、またっていうか、まあ、今回も興味を持ち出してね、うろうろして出したけど、まあ、今までみたいな宗教にどっぷりハマる感じではないっていうのがよくわかったかな。まあ、ただ、もしかしたらワンチャン服装は変わるんじゃないかなと俺は思ってる。衣服にね、目をつけてたからね。これからも楽しみですね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。